左から、ウィリアム・リターレ、一人置いて、イーエー・リューポン、パウル・レニ、右端が、レオ・ビリンスキ、裏町の回廊屈とは、1924年に公開されたドイツのファンタジーホラー映画、白黒・サイレント。監督は、パウル・レニ、老人形館テーマの第一号とも言われる。老人形館の宣伝のために雇われた若き詩人が紡ぐ三つの奇怪な物語、ハーン イコールラシード、イワン・ライテイ、切り裂きジャックマイナスをオムニバス形式で描く。ホラー映画にカテゴライズされることが多いが、ファンタジー冒険映画、歴史映画など、複数のジャンルのエピソードからなるアンソロジー映画である。いくつかの文献は、ドイツの脚本家、プロデューサーのレオ・ビリンスキオコの映画の共同監督、共同プロデューサー、編集者としている。 ヘンリック・ガレーンの脚本には4つ目のエピソードもあったが、レニーはそれを割愛した。それは、クリスティアン・アウグストブルピウスの1878年の盗賊小説、リナルド・リナルディーニに基づくもので、ウィリアム・リターレが、リナルド・リナルディーニを演じていた。レニーは代わりに、バネ足、ジャックの短い話をやることにした。しかし、リナルド・リナルディーニの老人形は、映画の中に残っている。 冒頭、4体並んだ、老人形の左から3番目のつばびろの帽子を、被ったものである。2002年、キノインターナショナルが、裏町の回廊屈の DVD をリリースした。これは、シノテカデルコムーネ・ディボローニャによって復元された、プリントと、L、インマギネ・リトラバタの復元版をマスターとしている。それに1924年の英語版にあった英語の、インタータイトルを挿入している。 作曲およびピアノ演奏は、ジョン・ミル・サリス。83分。ありがとうございます。